グランビルは、フランス、ノルマンディ地域圏、マンシュ圏のコミューン。モンサン・ミシェル湾に面した、保養地及び海水浴の行落地であり、かつてのタラ漁の町である。岩がちな半島の先にあることから、時に北のモナコと言われる。グランビルの土地はバイキングが占領した後、ノルマンディ港、ギヨオーム征服港の家臣が11世紀に町を築いた。グランビルはかつては、 海賊の本拠地であり、モンサン・ミシェルを守る要塞の役割を果たしていた。19世紀には、ゴルフコースや競馬場を備え、多くの芸術家たちが頻繁に訪れるリゾート地となった。実業家のディオール家は、グランビル出身である。1962年にグランビルは、マンシュ県南部の港や空港のあるサンニコラプレ・グランビルと合併した。 18世紀に描かれたガロローマ時代の地図。アルモリカにいたガリア部族、アブリンカト族の土地にグランニューの地名が見られる街の名は、1054年に、グランドビラ、1056年にデグランデビラ、1172年に、グラムビラ、1175年にグランビルと記されている。18世紀に描かれたガロローマ時代の地図では、グランビルの位置にグランニューの名が記されている。 フランス革命時代、町は一時的にグランビル・ラビクトワールの名を採用した。ノルマン語では町の名をグラウンビルという。過去の一部の歴史家や地理学者たちはグランビルを西ローマ帝国時代の文献のティティアディグニタトゥムに記されたリトゥス・サクソニクムにあるグラナーナム、またはグラナーナを証明するものだと関連づけようとした。これは 現代の学者が放棄した定説である。現在の由来の専門家は、グランマイナスの起源に同意している。アルベール・ドーゼとシャルル・ロスタンは、グランビルをグラムベルやグランドビルに分類する。最初の要素グランマイナスはフランス語のグランドであると、証明される。フランスはド・ボール・ペール及びルネル・ペレはこの説に、追従しない。唯一難点となるのは、エルネスト・ネグルの、グラントは、 オイル語方言を呼び起こすというものである。事実、グラントは特定の文書に書かれており、グランドという単語の古い綴りである。学者たちは、皆、ビルという綴りが中世に成立したと認めている。ドーゼとロスタンはこのマイナスビルが、ビレッジの意味を持つと信じており、ボールペールも暗黙の了解をしている。ネグルもビレッジ説について触れている。ルペレだけ。 ビルとはドメーヌであると書いた。グランビルの浜。半島上の岩山の上に市街が広がる岩だらけの、小勢の島々グランビルは、自然区分上の地方である、コタンタン地方の端にある。モンサン・ミシェル湾の北、コート・デ・アーブルの南にあたる。路頭の上にある市街は、欠岩の崖が境界となっている。崖は、ポアント・デュロク、またはカップ・リューと呼ばれている。 都市の残りの部分は土地全体が東に向かって伸びていて、北は短い沿岸河川、ボスク川と接し、南はラサーグ渓流まで交互に崖と砂浜が続く。グランビル内には4カ所の砂浜がある。半島と川に挟まれた北に1カ所、南の湾に3カ所である。コミューン面積は990ヘクタールで、大半が都市化されているが、現在はナテュラ2 0と、 沿岸法によって都市化の推進が制限されている。モンサン・ミシェル湾の北に近く、前浜が非常になだらかであるため、最大で4メートルにもなる、ヨーロッパ随一の観覧の差が大きい潮がある。これは時に、近くの海水浴場の海岸線を変えることになる。広大な、小税諸島は、行政上グランビルに属している。小税は、満潮時には52の河口岩の島々で、 構成されている。環潮時には、ほぼ5000ヘクタールの365以上の島が現れる。グランビルは、昇生諸島の南東1 7トルに位置する。フランス国道のゼロ地点であるノートルダムとパリから、西に2 8 8トルの位置である。 サンローの南西 49km、アブランシュの北西 24km、クタンスの南西 27km、シェルブールイコールオクトビルの南 91km、モンサンミシェルの北 23km、カーンの南西 99km にある。北の自然の境界がボスク川、南の境界がラサーグ渓谷である。ここ数年間、半島と本土との間を、 人工の川が流れるようになった。その場所は現在埋め立てられ、マレシャル、ホッシュ広場となっている。街の大部分が海と接している。半島の内側が海面より高く、ポアントデュロック半島では標高67メートルに達する。イギリス海峡に面したグランビルは海洋性気候である。しかしながら、 ブルターニュとノルマンディに挟まれて生じた湾で、モンサン・ミシェルの入り江の北部にある位置であるため、相対的に嵐や風から守られて、温暖な気候の恩恵を受けている。年平均気温は、摂氏11.4度である。最高気温は、摂氏14.2度、最低気温は摂氏8.6度である。交渉の最高気温は7月から8月の摂氏21度。 最低気温は1月から2月の摂氏3度で温暖な気候と温度範囲が狭いことを示している。カッシーニ地図に描かれたグランビルモンサン・ミシェル湾の伝説によるとグランビルと小勢の島初部は709年に海に沈んでしまったシジーの森をかつて含んでいたという。グランビルの領域の中心には海岸沿いにあるディナールやサンマロのような町と同じく ロックドリウーの名で呼ばれる場所があった。1066年、ノルマイコンクエストさなか、ノルマンディー公、ギヨーム征服公がグランケに支援を求めた。感謝の印として、彼はグランケにロックドリウーの土地を授けた。グランケは、バイキングイン初めての町の領主であった。1143年、ノートルダム教区がグランビルに作られた。1252年、 グランケの男系が断絶し、末裔のジャンヌ・ド・グランビルが、グラトー・リ主シュ・ラウール・ダル・グジュと結婚した。1439年、ノートルダム・デュカップ、理由協会の建設が始まった。1439年10月26日、ノルマンディー室次長を務めていたのが100年戦争のイングランド軍人、サー・トーマス・スケールズの頃であった。彼が、ロックの地を、 ジャンダルグージュから購入した。ノルマンディ領内最後のフランス共闘補である、モンサン・ミシェルを切り離せというイングランドをヘンリー6世の命令により、彼はグランビルに防御壁を築いた。1440年に要塞建設が始まった。さらにこの町の防御を固めるため、トーマス・スケールズは、グランビルのある半島と本土との間に溝を掘り、 その結果外の水とボスクガの水が流れ込んで、先端が島となった。しかし、1442年11月8日、人目を忍んで、ルイ・デストゥートビルが城に忍び込み、結果として、城は永久にフランスのものとなった。シャルル7世はグランビルを要塞の町とすることに決め、1445年には、紋章を付与する検証に調印し、住民に対する課税を免除した。 1450年からグランビルの船が漁のためニューファンドランド島へ出港するようになった。1470年、ブルターニュ派とブルゴーニュ派との対立が深まっていた頃、グランビルの中誠心を確たるものにするため、ルイ11世が町を訪問した。1492年、アルハンブラ法令によってスペインから追放されたユダヤ人たちがフランスに到着した。 ユダヤ人コミュニティはグランビルに定着し、彼らは武装大艦隊の町で小取引と金融業の権利を得た。1793年のグランビル大化19世紀初頭のグランビル港、ウジェーヌ・イザベが、グランビルの砂浜20世紀初頭のグランビル海岸1562年に壁の修復が始まり、守備隊が弊社に移動した。その後、王国の都市であることを強調するため、 1593年にアンリ4世に町の鍵が渡された。ルイ13世時代には大砲が要塞に採用された。ルイ14世の知事世からグランビルの艦船団は私略免許を行使する権利を持っていた。したがって70隻から80隻の船が武装しており、グランビルからフランス帝徳が15人現れた。 最もよく知られているのが、ジョルジュルネプレビルルペレーである。1688年、ルーボワ公が街の防衛設備の一部を壊した。1692年、ルイ14世は、グランビル初代市長にリュックル・ブシェールドがスタニーを任命した。しかし、大同盟戦争さなかの1695年に、イングランド軍がグランビルを砲撃し、27の家屋を破壊した。 実現させる時間はなかったが、防番は要塞の改良を検討していたであろう。攻撃を受けた後、1720年に壁は再建されさらに拡張された。その後1749年から港の開発と拡張事業が行われた。1750年には現在も残っている三橋が付設された。事業は1757年に完了した。 一方で新たにバラックが設置された。1763年、火事で郊外が破壊された。1777年、新たなバラックが追加された。このジェノのバラックは今も残っている。1786年7月20日、新たな火災が発生し、この時にはトランシェイ地区や要塞の門エ火が向かった。1793年11月14日から、 革命歴2年ぶりメール24日までバンデ軍によるグランビル包囲戦が起こった。住民は反発し2000人もの男性が死んで彼らは攻撃を断念しなければならなかったがユダヤ人街が燃焼で残った。1803年9月14日イギリス軍が海上封鎖を行い再びグランビルを砲撃した。軍事紛争の時代の後にブルボン家王政復古となり 1815年からグランビルは新たな方向に向かい始めた。商工会議所が設置された。1823年、防波堤ができた。1827年、ロックの上に初の灯台が設置された。港は1856年以降に現在の様相を見せ始め、ウェットドックと拷門が創業を始めた。1860年、 全市長メガンによって事業が始まり、最初のカジノが木造で建設された。1865年、サンピエール病院ができた。1866年、ビクトール・シネが町のため3からグランビレズを作曲し、1868年に劇場で演奏された。1867年、町に初めての救命ボートが設置された。百六十九年、 ルグランビレ氏が創刊された。1870年には鉄道のパリ、グランビル区間が開通し、同年7月3日にグランビル駅が開業した。町はパリジャンのやってくる本物の海水送り増土地になり、スタンダールやジュール・ミシュレ、ビクトル・ユーゴー、モーリス・ドニの両親らがやってきた。ドニはまさに偶然グランビルで誕生している。1875年から、 1200メートルに及ぶ貯水池建設、ポロツク弊社とソルフェリーの弊社建設、露天商が商売するホール建設といった大事業が再開された。町は公共施設整備を続け、1884年には公立図書館、1886年にはサンポール学校、1887年にカンドック、1897年には消防隊が設置された。 高楽客を楽しませるため、レガッタを主催するレガート・グランビレーズ社が1889年に創設され、競馬場とクルス・ド・グランビル社が1890年にできた。1912年にゴルフ場ができた。1895年10月22日、モンパルナス駅でモンパルナス駅鉄道事故が発生した。1898年、サンポール協会が完成した。 20世紀は1900年のシャトー・ド・クレートの火災から始まった。1908年には、アブランシュとの区間に、鉄道路線及び、トラム路線が開業し、交通の中心にもなった。1911年、新しいカジノが完成し、大臣ジュールパムにより、産院と貯蓄銀行も設置された。1912年、町に電気が引かれた。1914年は、 グランビルの暗い都市となった。救命ボート事故によって4名の船員が死亡したので、ある。第一次世界大戦が終わると、1919年から、レガッタが再開された。グランビル出身者であるルシアン・ディ・ウォールが、1921年に街を訪れているアリスティード・ブリアンの第7次内閣の商工大臣となった。1925年に、新しい駅が開業。 1931年、ニューファンドランド島に行っていた最後の漁船が帰還した。グランビルに残るドイツ軍の統治下。かつて、大西洋の壁の一部であった、駐屯地の町であり、モンサン・ミシェル湾を封鎖できる場所にあるグランビルは、常に対立する二つの陣営から絶望される、町だった。1940年6月17日、ドイツ軍がグランビルを掌握した。 1941年9月21日、ル・グランビレ氏は、カミーユの名の記者の記事を掲載した。記事は、危険な箇所を警告する内容であり、ビシー政府の下でのユダヤ人に関する基本法の欠陥を指摘していた。このレジスタンス運動の目立った活動が悪いことに、グランビルに暮らす8人のユダヤ人をアウシュビッツへ強制収容するきっかけとなった。 レオン・ボビュレスコと二人の息子たちアルマント・ロドルフ、シモン・ゴルダン・ベールと妻の民家、夫妻の子供アンリ・トリュバン、そしてスミル・ベース・ベールであった。三人の共産主義者たち、レオン・ラモール、ルネ・ロンクル、シャルル・パソも同様の運命に苦しんだ。住民全体が占領に制約を受けた。当初からドイツはポアント・デュ・ロックに要塞を築き、港へのアクセスを禁じた。 1942年5月20日、新しいコミューン議会が知事によって設置された。1943年4月1日、崖の上の市街全体が避難しなければならなくなり、障壁や戦車によるバリケードで往来は不能となった。オテルド・ノルマンディはザイグランビルドイツ軍司令部となり、消シュタッポの支部が置かれた。この時期の特筆すべき人物は、モーリス・マルランである。 1888年2月12日、ファレーズ生まれの英語、フランス語、公民の教授で、彼はレジスタンス運動を率いていた。1939年、彼はベルギー難民及びイギリス軍の残留兵を組織した。後にはジュールル・プランスと共にジャージー島を避難に適した場所に設定した。ナチス・ドイツ占領機関、このつながりはチャネル諸島にある。 港湾施設及び鉄道施設、敵の装置に関する地下活動の情報網を組み立てるのを可能にした。1941年と1943年に逮捕されその後釈放され、活動中の1944年7月22日、ナチス協力者の密告によって逮捕され、ルゼルンの森で射殺された。1994年7月23日、マルランの息子セルジは、 調査によって、父がドイツ人兵士に暗殺されたことが証明されたため、人道に対する罪として告訴した。現在、ホテル従業員を養成するリセに、モーリス・マルランの名が付けられている。1944年6月6日、プランベールという鉄道路線のサボタージュ計画が、パリ・グランベル路線で実施された。1944年7月31日、 戦闘なしにグランビルは解放され、クタンスから陸路でアブランシュへ向かう途中、市外に入ったパットン将軍の部隊が2日間滞在した。丸2日間続いた戦車通過の振動で家の住民の使命が記され家のファサードに掲げられているプラークが落下した。1945年3月9日の数時間、グランビルはジャージー島から上陸したドイツ兵らによって、 数時間占領された。フランス本土の解放が進む間、連合国軍はライン川を渡ろうと、グランビルから800マイル離れたところにいた。まだジャージー島を占領していたドイツ軍が大胆にも、グランビルに再度上陸したのである。クタンビルにあるレーダーが再上陸を発見したが、小さなボートに乗ったドイツ兵らは夜間に、グランビル港から上陸した。 彼らは港湾施設をダイナマイトで吹き飛ばし、貨物船4隻を撃沈させた。15人のアメリカ兵、8人のイギリス兵、6人のフランス人が殺害され、ドイツ人、捕虜70人が釈放された。5人のアメリカ人と4人のイギリス人が、ドイツ兵が姿をくらます前に逮捕された。アルジェリア独立戦争の間の1956年から1961年。 グランビィル軍管区には第3旅団、その後シャスール第21大隊が駐留した。そこは数千人の新兵のための訓練施設であった。1957年、ツールド・フランスが開催された。1965年6月4日、ジョルジュ・ポンピル首相が町を訪問した。1793年の調査では人口が6649人であった。 これまでの人口のピークは、グランビルの1000人の若者が死んで、大きな打撃を受けた、夫婦戦争前の1861年の17,180人で、ある。その後、さらに第一次世界大戦によって緩やかに減少し始め、1946年には1130人となっていた。20世紀後半、1962年に、サンニコラ・プレグランビルと合併し、 農村脱出と町周辺に大規模な集合住宅群が建設されたことで再び人口は増加に転じた。2006年時点でグランビル人口のわずか0.5%が外国人であった。人口の0.1%にあたる小さなポルトガル人、スペイン人、モロッコ人の各コミュニティが存在する。これは地域圏。 平均8.8%より低い。そして全世帯のうち16.9%が、一人親世帯であった。一人親世帯の地域圏平均は10%である。参照元、1962年まで、貸しに出るイヘス1968年以降、INSEE グランビル市役所グランビルは、小郡町所在地である。グランビル議会には選ばれた33人の議員が、 属しその過半数である25人が左派と右派の諸派を作り、多数派となっている。3人の社会党議員と1人の共産党議員、そして市民団体代表の1人の議員からなる5人の議員がグループを作っている。右派諸派議員は3人いる。グランビルは、アブラン署の通常裁判所、大審裁判所の区域に含まれる。商業裁判所と労働裁判所は、 クタンスと同じ区域となる。高素裁判所はカーンにある。1692年に初代市長が選出されてから、グランビルは過去67人が市長となった。参照元、グランビルには、マンシケン南部商工会議所が置かれており、グランビル港と空港を管理する。アブランシュ・グランビル住近接地域もある。また、モンサン・ミシェル湾の重要な観光地である。 グランビル駅から車で往来が可能であり、オートルートデゼスチュエールから 25km の距離である。満首県南部の主要な経済中心地である。インキュベーターが確立しており、3カ所の工業団地がある。グランビル最大の事業者は、タラソテラピーセンターのルノルマンディー、上下水道管理を行うジェネラルデゾー社 FR、ビスケット製造のルードベールである。 2005年の失業率は7.6%、推定労働者数は5128人であった。年間の1人当たりの平均所得は14,864ユーロで、住民の43.2%が住宅所有者だった。町には930社があった。グランビルには1984年まで第一、海兵不評連帯の中屯地があった。マルシェは毎週土曜日、 ジョンビル地区で模様されている。グランビル港グランビル港は16世紀以来の歴史を持つ。万首県南部商工会議所が管理しており、その内容はレジャーとしてのボート管理、漁業、貿易、そして旅客業管理である。2005年時点でグランビル港は国内第32位で貨物197万トンを処理し、4万4100人の乗客を輸送した。また、 高級的に救命ボートが配置されている港で、ボートのトゥータン号2隻のインフレータブルボートがある。19世紀からカキとタラ漁が中心となった。グランビルは1926年3月16日以来保養地であり、1979年3月12日以降は観光地、そして海水浴の降楽地である。観光は地元経済の重要な一部である。 コミューンには観光案内所があり、記念館や博物館、自然遺産を紹介している。町は多くの施設を提供しており、その一部は経済、財政、産業省が観光品質ラベルで承認したものである。三つ星ホテルが二つ、星付けされていないホテル九つを含め客室213室、三つ星のキャンプ場二箇所、小税諸島には共同路地があり。 シャンブルドットという朝食付き宿や、ユースホステル、タラソテラピーセンター、33軒のレストランがある。娯楽のため、コミューンには、カジノ、4つの美術館、公立水族館、建築遺産、豊かな自然環境、4カ所の砂浜、Wi-Fi の端末が4つある。グランビルにある住宅の17.5%が別荘、またはセカンドハウスで、 アパルトマンの54.1%に当たる。グランビル発のクルーズもいくつかあり、目的地は、小税諸島、チャネル諸島、ワイト島、シリー諸島、そしてアイルランドである。この観光組織と観光振興で、2006年には69,627人が小税諸島を訪れ、54,301人がクリスチャンディオール博物館を訪問した。 2005年のロック水族館来場者数は43,500人であった。ジョルジュルネプレビルル、ペレーのゾー・グランビルは欧州連合内の都市を結ぶ姉妹都市組織ドゥーズラージュの1991年の創設以来の構成都市である。ドゥーズラージュは互いの国の産物市場を開くなど様々な催しを行い交流を行っている。また、イカとも姉妹都市である。 ありがとうございます。